現役日本人最多試合数を誇ります57戦目の堀川、ベテランの味を見せるのか、それとも勢いに乗る直近の試合で1ラウンドノックアウトを見せつけた高橋優斗のパンチ力が勝るのか、ベルトは移動するのか守られるのか。まもなくゴングです。第1ラウンドが始まりました。日本ライトフライ級のタイトルマッチです。赤いグローブがチャンピオンの堀川健一、39歳、これが57戦目です。現役日本人最多試合、その試合の数を増やしています。そして青いグローブが高橋優斗、26歳です。パンチ力があります。大家好，老师从业中医男科30余年，帮助了数千名海内外华人朋友通过中药调理重回男性雄风。如果你也存在房事时间短、勃起无力、硬度差、中途疲软、肾虚、前列腺炎等问题，现在就加中医老师微信574-993-200，纯中药，一人一方，治根治本，帮助你持续坚挺20至40分钟，补肾壮阳，延时助勃，彻底告别快男软男。记住微信574-993-200。ことがあるというこの二人、その時は高橋がいいパンチを堀川に当ててダウン寸前、まあ、試合だったら終わっていただろうというそんなパンチを当てたというそんな情報があります。ですからチャンピオンの堀川もこの高橋は自分に対してやりやすい、そんなイメージを持っているだろう、積極的に攻撃を仕掛けてくるはずだというその分析をしていました。さあ具志堅さん、はい、しかしチャンピオンはこれが57戦目ですね。すごいですね、はい、またこれ私も過去何試合か試合を見てるんですよ、みんなやっぱり強い選手と戦ってるんですよね、はい、日本タイトル、東洋タイトルマッチとね。そうですね、本当に素晴らしいよ。過去には八重樫明、そしてケンシロウ、木村優、さらにはエドガル・ソーサといった、まあ、世界のベルトを取った男たちとの激闘を繰り広げてきた赤いグローブのチャンピオンの堀川健一、39歳です。これが57戦目、20歳でデビューをして現在39歳です。対する高橋は直近の試合で1ラウンドテクニカルノックアウト、そのパンチ力、自分自身でもそのパンチ力がここに来て急激に上がっているんだというふうに話をしていました。1ラウンドからその一発でのパンチ、ノックアウトを狙っていくというふうに話をしているこの高橋、強いパンチです。右から左、高橋さん、高橋の動きですがいかがでしょうか。非常にいいと思いますよ、パワーありますね、打ち方からしてもやっぱパワーありそうですもんね。あ、打ち方からして分かる、分かります、ね、そのパワーですか、まあ、その一発強く打ってますよね、普段はミニマムで戦っている高橋ですが、今日は階級を一つ普段よりは上げている状況です。ライトフライ級のタイトルマッチです。まあ、堀川としてはこの強いパンチを外しながらのカウンター、はい、もしくはボディ打ち、コツ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 当てて自分のペースに持っていくという展開に持っていくでしょうね。まあ、互いに堀川のディフェンス、高橋の攻撃、この戦いになるだろうと分析をしていました。緊張感のある第1ラウンド、ここでゴングが打ち鳴らされました。